皆さんこんにちは、ヒロと申します。本日はですね、昨日のですね、シュプリームウィーク10オンラインで購入したアイテムをですね、早速レビューしていきたいと思います。この週はですね、約1年半ぶりとなるイタリアブランドのストーンアイランドとのコラボ週になりまして、レザーのですね、ボンバージャケットを始めまして、製品染めのですね、特徴を生かしたセットアップのスウェットなどフルコレクションでの発売となりました。レギュラーでの注目アイテムに関しましては、背中にですね、シュプリームのロゴを配した定番のクルーネックスウェットシャツやですね、今回のですね、人気アイテムとなったカウハードレザーを使ったレザーバッグシリーズが発売されました。今回のですね、コラボ集に関しましては、まあ個人的印象なんですけれども、ストアイランドコラボはですね、まあ価格はですね、いつもながらちょっとお高めなんですけれども、デザイン的にはですね、シンプルで、こう落ち着いたデザインが多かったので、いつもよりかは良かったんじゃないかなっていうふうに、まあ個人的な印象ですね。その中でもですね、特にカーディガンとかですね、蜘蛛の巣柄を配したですね、スウェットシャツなんかが、まあ個人的にはかっこよかったんじゃないかなっていうふうに思いました。各店のですね、並び状況もですね、想定外に割と多かったみたいですね。でですね、今回ですね、自分がオンラインで購入したアイテムはですね、こちらになります。レザーウエストバッグになります。ブラックを購入しました。価格はですね、税込み2万900円になります。このですね、レザーバッグシリーズなんですけれども、全5型での発売となりまして、その中でもですね、このウエストバッグとかですね、ショルダーバッグが価格的にもですね、人気だったんじゃないかなっていうふうに思います。特にですね、ショルダーのブラックはですね、店舗在庫は潤沢にあったみたいなんですけれども、オンラインではですね、完売がすごく早かったですね。自分はですね、もともとブラックのこのウエストバッグ狙いだったので、初っ端から狙っていきまして、決済までのですね、順番は多少長かったんですけれども、無事購入できました。それではですね、近くで見ていきたいと思います。デザイン自体はですね、2018年の SS で発売されたアーカイブをシンプルにですね、素材替えしただけなんですけれども、レザーのですね、表情になるだけで大人っぽい印象に仕上がっているなっていうふうに思いました。実際のですね、カウハードレザーもですね、しっかりとした生地感で、触った感じですね、滑らかな質感になっていてですね、とても良い仕上がりになっているんじゃないかなっていうふうに思いました。ベルト部分にはアーカイブ同様にですね、折りでシュプリームロゴが入っています。このですね、全体的に同色で大人っぽくまとまっているところがですね、すごく渋くてかっこいいなっていうふうに思います。ポケットに関しましては、前面とですね、中央のメインポケットの2箇所ありまして、後ろの部分にはポケットはないですね。で、中を開けますとこんな感じですね。作り自体はですね、特に変更はないですかね。実際にですね、物を入れてみると、まあ男性がですね、必要なものは余裕で入る感じですかね。ちなみにですね、容量はですね、2.5リッターになります。サイズの寸法はですね、ご覧の通りになっております。このサイズ感はですね、かなり重宝するかなっていうふうに思いますね。着画の方はですね、斜め掛けではもちろんなんですけれども、こういった感じですね、肩から掛けた感じもいいんじゃないかなっていうふうに思います。特にですね、主張が強くないデザインなので、気軽にですね、使い回しできそうなところも気に入っています。はい、というわけでですね、今回はですね、こちらのですね、レザーのウエストバッグのご紹介でした。カジュアルなですね、デザインでですね、まあこういった感じでシックな印象のですね、デザインになるだけで、この秋冬のですね、コーディネートにもだいぶマッチするんじゃないかなというふうに思いました。気になっている方はですね、参考になればと思います。今後のですね、コラボに関しましては、おそらく11月に、まあ、来るであろう年2回になったノースコラボですね。こちらも楽しみですし、レギュラーに関しましても、ボックスロゴ以外にまだ欲しいアイテムがありますので、そちらもですね、来たら狙っていきたいかなっていうふうに思います。またですね、購入したアイテムがあれば、こういった感じでレビューしていきたいと思います。それではですね、チャンネル登録とですね、インスタ、ツイッターのフォロー、概要欄からですね、チェックの方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。